こんなの持ってくる人いる？びっくりしたんだけど。でも私もなんかその楽屋に ある水とかお茶とかは持ってくるタイプだけど、さすがに新しいやつだけ持ってくる。こんな、だってこれ多分収録中に、そうスタジオにあったやつです。スタジオに収録中にちょっと飲んでたやつでしょ。そうです。食べる。いただきますレッドよ。ちょっと辛い。食べたことあるでしょ、辛い粉。辛い粉ないです。え、コンビニでご飯あんまり食べたことないです。ファミチキも食べたことないです。え、コンビニでさ、レジするとき絶対ここにあるじゃん。うん、ないの？誘惑感じないの？いや、わかんない。いや別におかしなことではないと思うんだけど。だってまだいくつよ。21です。21でしょ。21なんて一番ファミチキ食べない。兄弟多かったから。何だっけ、4人。ああ、そういうのダメだったんですよ。お弁当買うなら作るみたいな。4人だから、お金かかっちゃうから。なるほどね。うん。顔が好きよ。顔？うん。あなたの。私？うん。なんでですか？ちょっと面白いじゃん。え？なんで面白いって言うんですか？今日会った時からめっちゃ笑うじゃないですか。顔見て。毎回でさくらちゃんの顔見るとすごい笑ってるよね。今日多分何年ぶりですかね。2年ぶり2年ぶりぐらいかもね、うん、なんか私そんなにいい年ではないんだけどさ、まださ、うんうん、ちょっと孫に会ったみたいな感覚になるんだよね。私孫ですか。孫、娘とかじゃなくてもう孫。あの入ってきて、うん、あんた頑張ってるわね実家みたいな。確かに実家超えてもうばあちゃんって言ったかなみたいな。いや本当にね、嬉しくてさ、なんかさくらちゃんが最近いっぱいテレビ出てたりしてさ、んちょっとコメント振られて、はい、なんて言えばいいかわかんないみたいな顔のさくらちゃん見てるのも好きだし。なんでですか、めっちゃ困ってんですよそれ。すごいわかりやすいからそれが可愛くて、困ってるなんて言う、なんて言うのと思って。でもなんかその感覚でいてほしいんだよね、私は個人的に。栃木の益子町からよく覚えてますね。急に出てきて。え、でも多分さ、さくらちゃんのこと知ってる人はたくさんいると思うけど、さくらちゃんがホリプロのスカウトキャラバンから出たっていうのを知ってる人少ないと思う。いないと思います、あんまり。だよね。だって私も初めてさくらちゃんと仕事した時に、なんか実はなんかホリプロスカウトキャラバンのなんか特別賞で、そうよく覚えてますね。特別賞、なんか今こういうお仕事させてもらってるんですっていうの聞いて、え、ホリプロスカウトキャラバン。なんで笑うんですか。いやと思って。すごい可愛いんだけど、勝手にさ、ホリプロスカウトキャラバンって言ったらさ、だってもう石原さとみさんとか、石原さとみさんとか、綾瀬はるかさんとか、でしょ、やっぱ岡田京子さんとか、でしょ、やっぱそういうのイメージするじゃん、うんうん、そうだ、甘いよね。取りましたよ。やっぱ剃ってもやっぱすごい、やっぱ力を持ってるね。そうなんですよ、なんか、うん、一回もっと細くしたんですよ。究極まで細くしたんですけど、うん、骨格が合わなくって、ある程度太くないと、うん、逆に笑った時になんか眉毛がなんか笑ったのと違うとこについてるみたいな感じになっちゃって、ちょっと福笑いみたいになってる。そう、本当に福笑いみたいな。あ、なるべくしてなってたのね、神が与えた。しかも最終的にはここまで生えてて、鼻の頭の、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと。だって普通に冗談抜きで、最初さくらちゃんがボッて出てきた時に加藤涼くんの妹だった。本当ですか。ガチで思ったんですか。思った、ガチで。めっちゃ言われるんですよ、加藤涼さんと兄弟という設定でかくれんぼやったことあって、あの仕事でですよ。加藤涼さんから仕事でですよってばっかり言った。プライベートではやんないだろ。でも綺麗な顔なんだよやっぱり。いや本当に。まつげも長かったっけ、もともと。体毛がめっちゃ濃くて、あ、本当夜剃ったら朝生えてくるぐらい、眉毛もほっといたら1週間とかで全部生えるんですよ、また。え、それさ、家族とか兄弟ではさくらちゃんだけ？はい、全然兄弟全然濃くないね。それちょっと不思議じゃない？私だけ違うんですよ、突然変異顔は、なんだろうな、顔あんま似てないかもしれないです、
全然何やってんの、早く開けて桜さん2人前にしました。やった、いいんですか。そんなにこっちが期待してる以上にさ、何かやってあげたら喜んでくれるからさ、なんか、いや、2人前食わせてあげようとかさ、そういう気持ちにさせられてる。ありがとうございます。嬉しい。どうぞ。ありがとうございます。これ、あの、山形の醤油美味しいので。あ、ありがとうございます。ガリとか食べる人？ガリとか食べます。何でも食うな。はい。何でも食べます。うまい。美味しいですよね、めっちゃ美味しいですよね。いっぱい食べるね。私、すっごい食べますね。ね。お米とか4合とか。え？食べられます。一人で？一食で、ありがとうございます。4合？お寿司も、最高、比較で60貫？ちょっと待って、言ってよ先に。え、それさ、4合食べるじゃん。はい。おかずは何で食べるの ?4 合。たらこと、納豆と、4合。ご飯のお供で4合。はい。たらこが好きすぎて。私もご飯のお供で一番好きなのは明太子かも。あー。キムチとかも美味しいし、うん、漬物系も好きなんだけど、うん、やっぱ明太子とか納豆とか、あと卵かけご飯にはかなわない。私は白身もトロッとする部分がなくなるまでガーってもうひたすらかき混ぜて、味丸汁って醤油と1.5 振りぐらい味の素かけて食べる。味の素いいですか。味の素やばいよ。混ぜると違いますか。違う。初めてなんで醤油がいつ。覚えて初めてです。え、普段何も自分で作るのか。自分で作ってますね。あ、それは何、お金がないからそれとも好きなの、料理が。食費節約。食費で1ヶ月7000円ぐらい。1ヶ月1万円生活も勝手にやってるわけだ。え、どんな節約ご飯があるの。まず家帰ってきて大体ルーティンがあって、わかめを2つで、キャベツとか野菜をザクザク切ってタッパに入れて、レンチンかける。で、あと戻したわかめと、で、味噌汁、味噌汁、あとご飯と納豆と、あの、卵。6人家族だったんで、なんか、結構節約してて、お母さんも。うん、めっちゃ冷凍いろいろしてたんで。それ見ながらね。ほとんど毎日そんな感じです。気が向いたぬか漬けとか。つけてんの？はい。キャベツの芯とか。あ、それはもうぬか床に入れて？すごいわね、もう。そこは辛いよ、みたいで、もうなんか。私はでもそっからなんですよ。男は辛いよ、もう。桜？あ、桜！大将さん？はあ、そうなんだ。確かになんか、そうだね。ここは辛いよみたいだもんね。どういうことですか？なんか、お母さんとかお父さんとかがその男は辛いよが好きだったの。うん。お父さんもお母さんも大好きで、うん、でお父さんが柴又生まれなんですよ。へぇー。で、多分あの辺じゃないですか。うん、そうだね。男は辛いよ。うん、で、お父さんが、なんか、めっちゃ自由人なんですよ。うん、裸で生活できるところに住むのが夢で。いまだに本当に夏になったら外で裸でシャワー浴びてるんですけど。サバイバル。あの、もちろんね、わかるよ。わかるよ、もちろん、もちろん。あの、山の中に今いるので。わかるよ。山の中。そうなんですよ、ほんと、隔離されたような家になって。もうだから、あの、所さんのポツンと一軒家みたいな。一軒家的な、そんな感じです。一番近いスーパーとかコンビニとかは？デイリー山崎って分かります？分かるよ、もちろん。あれが、徒歩1時間。いやいや、それ徒歩じゃないわよ。めっちゃ山なんですよ。素敵じゃなぁ。めっちゃ山。素敵だよ。もう憧れでも。本当ですか？こんなの。ほんと、イノシシとか、いるような。食べたりとか。ヌシシ食べるの？うん。
何これ、え買って、それはあの専門の漁師さんがやってるんですけど、うん、でもお裾分けでイノシシもらったりとかします。山形ありますよね。いやいや、ちょっと待って。いや、山形はだからそのカモシカとか、うん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 、たまにその庭にタヌキ、はい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 、イノシシはないね。なんか学校の保護者一斉メールみたいなのあるじゃないですか、うん、今日どこどこにイノシシが出たんで気をつけてくださいとか、出没注意、はい、猿が出ましたとか、味噌とか作ったりとか納豆作ったりとか、へー、野菜とかも玄関に山積みに置いてあったりとか、近所の人が置いてってくれるの？はい、もう鍵とかないから家の中に勝手に置いてあったりとか、この形の大根は上田さんだとか分かるんだ、はい、温かい世界よね、うんうんうん、とっても、うん、なんか見て見ぬふりっていうことが起きない世界よね、うん、でも納得できたな今の話、今聞いた環境でさくらちゃんが育ったって聞いて、なるほどなって思った。なるほどなんですか、うん、だからまあまあこうなるわ、なんとなく東京では絶対に絶対に育たないもん井上さくらは。カミソリとか売ってるよね。カミソリとかは車で20分行けば、行けばあるよね。近くのコンビニとかスーパーにカミソリとかがなかったから違うじゃないよね。だから眉毛太くなったんで、いやそれくらいありますよ。それはあったの。飲食店とかもあんまりないのかな。あ、街中に行けばまあ多少でもそれこそこうあのチェーン店はないんですよ。でもたまにそうやって外食とかはしてた。いやしなかったですね、全くほとんど。あ、ないんだ。はい、ドリンクバーも高校生になるまで多分飲んだことないんですよ。びっくりした。びっくりしました。あれはすごい。これ、え、全部いらんソーダも飲めるみたいな、シュワシュワのあんま飲んだことなかったの、それまで。そっか、びっくり、びっくり。何回もおかわりしていいっていう、びっくりでめっちゃ飲みましたもん。芸能界入った時も、うん、コンビニのおにぎりとか楽屋のお弁当とか、うん、びっくりで、ペットボトル飲料がびっくり。新しいペットボトルはあんま開けたりとかもしなかったから、水筒に入れてお茶を入れて飲めとか。ああ、だから実家の時もそれがもう主流だった。そうなんですよ。普通だったんだ。自動販売機とかでもほとんど飲むの買ったことないみたいな。やっぱ違うでしょ、あの新しいペットボトル開けるあの感覚は。全然違いますね。全然違くて。違うよね。醤油は買うの？醤油は買いました。あ、あと薪割りとかしてましたね。え？あ、これ？はい。ストーブが薪ストーブ。でもさ、はい、学校から帰ってきてさ、はい、忙しくね？だってさ、家帰ってきてさ。だって冬とかはさ、薪割らないといけない、はい、いろいろあるじゃない、やらなきゃいけないことが、うんうんうん、冬とかになったら北海道代わりに石をストーブにご飯で放り込んで、焼き石みたいなの作る、はい、それを新聞紙に包んで学校に持って行って北海道。普通の使い捨てカイロ冬とかロケ行ったらもらえるよ、いっぱい。めっちゃもらえるじゃないですか、うん、感動ですよ、本当に。あれなんかすごいとこ住んでる。前、あ、そうそうそう、蒲田住んでたんですよ、私一時期。一番最初上京してきた時に、うん、蒲田住んでたんですけど、その家がめちゃめちゃ古くて築50年蒲田駅から徒歩20分あ、うん、さっきのあの徒歩1時間聞いてるからすごい近く感じたよ、まあ、確かに。確かに。あと洗濯機置き場がなくて、でも本当だったらコインランドリーとかに行って洗濯しないといけないんですけど、はいはいはい、コインランドリーのお金もったいないなと思って、はい、家で自分で足で踏んで洗濯板でいや本当ですよ、洗濯板持ってこうやってこすってお風呂でこう、はい、踏んでこう自分で絞って洗濯してたんだ、はい、今は。あ、今は洗濯機あります。楽。楽ですね、もう。本当に楽です。東京来て何びっくりした？電車？うん、もう地元とか1時間に1本だったし、あ、うんうんうん、2両とかだったんで、うん。はいはいはい。びっくりだよね。え、3分おきに走ってんのに、うん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 、なんで全部に乗ってんの？まだ。
どっから溢れてくるの確かに確かに。満員電車でもちょっと、どうやって乗ったらいいのって感じじゃなかった、もう。もう、こんな隙間にさ、うん、こう、うまくこう、こう、こうやったり、こうやったり乗るじゃん。うん、私も、最初、東京出てきた時に、うん、通勤ラッシュの満員電車で、キャリーケース持ってたの。もうこうやって開いた瞬間に、ええ乗れないで一番前に私並んでたのに、うんうんうん、後ろのみんなブワーってこう、乗ってくわけ。はぁと思って、次の電車は多分乗れるだろうと思って、次の電車、さすがに。待ってたらまた、こんな電車が来るじゃん。3本ぐらい逃してたのよ。そしたら、その、駅員さんが来てくれて、頑張りましょうって言ってくれて、優しい。そう、キャリー。持ってくださいって言われて、持ってくださいって言われたんですか？乗れた。持ち上げて。そうそう、もうこれじゃ乗れなかったから、うん、持ってって言われたから、うん、もう持って、でもうずっとこうやってあの駅員にもう押されて、見る、こんなんなって、未だにちょっとなんか、やむね、なんか。マシコにいるよりは東京にいて、いろんな人がこんな風に頑張ってるんだっていうのを見て、みんなそうやって成長していくんだなと思ったけど、全員に刺激受けすぎて疲れちゃって、刺激っていうかこうだんだんなんか、あ。自分じゃ無理だみたいになってきちゃうんですよ。なんかただただすり減っていくよね。うん、なんですよね。わかる。だからだん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 とその実家のそのなんか田舎ってすごく住んでて綺麗なところだったんだなっていうのを2、3年ぐらい進むと特に感じ始めるよね。